プロテインキナーゼは、タンパク質分子に、リン酸元を付加する酵素である。タンパク質キナーゼあるいは英語風に、プロテインカイネースとも呼ぶ。キナーゼの中で、タンパク質をリン酸化するキナーゼを、プロテインキナーゼと呼ぶが、このプロテインキナーゼのことを、特に、キナーゼと呼ぶことが多い。プロテインキナーゼが、ATP からリン酸元を得て、タンパク質をリン酸化する、概念図。 細胞はその機能を維持するため細胞内のタンパク質をリン酸化、脱リン酸化する反応を繰り返している。このリン酸化によってタンパク質は高素活性、細胞内での極剤や他のタンパク質との解合状態を変化させる。細胞内の30%ものタンパク質がキナーゼによる変化を受け、細胞内における様々なシグナル伝達や、 代謝の調節因子として機能している。キナーゼ遺伝子は人ゲノム中に約500種類があり、また、新核生物の全遺伝子の約2%を占める。キナーゼは ATP のリン酸元をアミノ酸残器にあるヒドロキシ元に移動させ、共有結合をさせる活性を有する。キナーゼはアミノ酸のうち、主にセリン、スレオニン、チロシン残器をリン酸化させるが、 キナーゼがリン酸化するアミノ酸の99%以上はセリン、スレオニンである。しかし0.1%に満たないチロシンのリン酸化の方が生物学的に重要なケースが多い。これら3種類全てに反応するものや、またこの他に微生物や植物ではヒスチジンのイミダゾールカンチッソゲンシに反応するものもある。 キナーゼの活性は精密に調節されており、キナーゼ自身もリン酸化によってオンオフ調節を受ける。これは他のキナーゼのみならず自分自身によって行われることもあり、自己リン酸化という。これらの調節は他の活性化タンパク質や低分子化合物の結合、細胞内での極在変化などによって起きる。キナーゼの機能異常は病気の原因になることも多い。 特に癌に関して詳細な研究が行われており、キナーゼは、癌細胞の増殖、移動、浸潤やアポトーシスの調節に関与する。特定のキナーゼを阻害することによって、治療に役立てる薬物が開発されており、中には、ケフィチニブやイマチニブのように、すでに臨床的に用いられているものもある。セリン、スレオニンキナーゼはセリン、または、スレオニンのヒドロキシモトをリン酸化する。 これらはによって調節される。これらのキナーゼの特異性は特定のアミノ酸配列に基づくものではなく、リン酸化される基質はキーとなる数個のアミノ酸で、キナーゼと結合するから、普通、キナーゼはある性質を共有する、基質ファミリー全体に対して特異的である。ほとんどのキナーゼは、本当の基質のようにキナーゼに結合するがリン酸化を受けるアミノ酸を欠くような、 擬似機質によって阻害される。擬似機質が取り除かれるとキナーゼは機能を取り戻す。これらのキナーゼの触媒部位は高度に保存されている。セリン、スレオニンキナーゼには以前は一部を除いて独自の EC 番号はなく EC2.7、EC 1.37を用いていた。国際性化学分子生物学連合イムの命名委員会によって見直しされ、2005年に それぞれ独自の EC 番号が割り当てられた。ホスホリラーゼキナーゼは初めて発見された、セリン、スレオニンキナーゼである。グリコーゲンホスホリラーゼを活性化する。プロテインキナーゼは2つのドメインからなり、小ドメインはベータシートを、大ドメインはアルファヘリックスを含む。基質と ATP の結合部位は2つのドメインの間劇にある。ATP と基質が結合すると、 二つのドメインは互いに回転するように動き ATP の末端リン酸元と基質のターゲットアミノ酸が近寄って反応が起きやすい位置となる制御プロテイン機能ーゼー A は細胞内でキャンプによる調節を受けクリコーゲン等脂質の代謝の調節などいくつかの機能を有するキャンプがない時は4両体からなり調節サブユニットが触媒サブユニットの 活性中心を封鎖している。キャンプが調節サブユニットに結合すると、触媒サブユニットが調節サブユニットから離れ、この有利した触媒サブユニットが活性を有する。また触媒サブユニット自体もリン酸化によって調節される。プロテインキナーゼ A は次のようなフィードバック機構によってダウンレギュレーションされるプロテインキナーゼ A によって活性化される機質の一つに、 ホスホジエステラーゼがあり、これは、キャンプを AMP に変換し、キャンプ量を下げて、プロテインキナーゼ A の活性を低下させる。グリコーゲンの分解においては、プロテインキナーゼ A が、ホスホリラーゼキナーゼをリン酸化して活性化し、さらにこれが、グリコーゲンホスホリラーゼをリン酸化して活性化する。概要、PKC 活性化機構の、模式図プロテインキナーゼ C あるいは、PKC、 シーキナーゼは少なくとも10種類以上のアイソザイムから構成されるタンパク質ファミリーである。PKC は基質に存在するセリン及びスレオニン残基のヒドロキシモトをリン酸化する。1977年に西塚康ミラによって発見された。PKC はその構造、活性化機構、生理機能によって在来型、新型、 非典型の3つのサブファミリーに分類される。在来型 PKC は主にカルシウムイオン、ジアシルグリセロール、あるいはホスファチジルセリンなどの臨時質によって活性化される。新型 PKC はカルシウムイオン結合活性を失っており、ジアシルグリセロールによる活性化を受ける。ジアシルグリセロールは細胞膜、角膜の構成成分であるホスファチジ類のシトールから、 ホスホリパーゼ C によって産生されるため、在来型、新型、PKC は、シグナル伝達経路において、ホスホリパーゼ C の下流に位置する。一方、非典型、PKC はカルシムイオン及びジアシルグリセロール、結合活性を持たない。在来型 PKC の一種である、C アルファを、日本では、特に、C キナーゼと呼ぶことがある。 アイソザイ構造と制御在来型 PKC は N 末端側の調節領域と C 末端側の触媒領域からなる。通常、PKC は調節領域に存在する日積質領域による自己阻害作用のため不活性化状態で細胞質に存在し、セカンドメッセンジャーによって活性化されると細胞質に公式質をリン酸化する。 在来型 PKC の調節領域には連続した2つの C1 ドメインと C2 ドメインが存在する。新型 PKC は在来型と同様に連続した2つの C1 ドメインを有しているが在来型 PKC の C2 ドメインとホモロジーを有する C2 ライクドメインはカルシウムイオンを結合しない。非典型 PKC は1つの C1 ドメインのみを有するが ジアシアルグリセロール結合活性は失われている。すべての PKC アイソザイムの触媒領域は ATP 結合ドメインとキナーゼドメインからなる。例として、在来型 PKC に共通する一次構造を示す H2 への二積質領域 C1AC1 バイト、C2 ドメイン ATP 結合ドメイン、キナーゼドメイン区機能、PKC のターゲット配列は A キナーゼのものに似ており、 リン酸化を受けるセリン、スレオニン酸気の近くに塩基性アミノ酸がある。気質にはマークスタンパク質、マップキナーゼ、転写因子素外タンパク質であるアイカッパ B、ビタミン D3 受容体、ラフキナーゼ、カルパイニア、上皮成長因子受容体があり、細胞内シグナル伝達において特に中心的な役割を担っていると考えられる。また、 重量テトラデカノイルホールボール13、アセタートなどの発ガンプロモーターや抗ガン剤として臨床試験が行われているブリオスタチン類の主要なターゲットとしても知られている。PKC はガンやアルツハイマー病など様々な疾患に関与していることも明らかになっている。EC2.7、11.17、カルモジュリンキナーゼとも呼ばれ、主に c a に カルモジュリン複合体により活性化される。活性化に関して、記憶作用、つまり活性化反応が終わっても活性化状態が長続きする性質がある。次の二つのタイプがある。構造と自己調節、カムキナーゼは、N 末端側の触媒ドメイン、調節ドメイン、および付随ドメインからなる。CA にカルモジュリンがない場合には触媒ドメインは、 調節ドメインによる自己抑制を受けている。カムキナーゼはいくつかの分子が会合して、ホモオリゴマー、またはヘテロオリゴマーになっている。CA にカルモジュリンによって活性化されると、カムキナーゼ分子は互いにリン酸化し合う。これには2つの効果がある。カルモジュリン複合体への親和性が増し、キナーゼ活性の持続時間が延長するカルモジュリン。 複合体が乖離した後も活性化が持続し、さらに持続時間が延長する、キナーゼカスケード略図認めん、アクティベイティットプロテインキーナセスの略。細胞を、マイトジェンで処理した場合に活性化したことからこの名が、ついた。メイポークックイコールメイパックイコールメイポークイコール、マプックというカスケードを形成して、順次活性化され、最終的に転写因子をリン酸化して、 細胞周期や増殖を制御する。ラフは GTP 結合型のラスをはじめとする低分子型 GTP 結合タンパク質や C キナーゼなどによって活性化され、下流のメックキナーゼをリン酸化して活性化する。モスは動物卵の減数分裂で特異的に発現し、その活性は減数分裂の進行及び減数第二分裂での分裂停止に必須とされる。 これらのキナーゼ自体も元来、原癌遺伝子産物として同定されたものである。細胞周期の分裂期の制御因子として、分裂酵母、カエル、ヒトデなどいくつかの真核生物から独立に発見された。制御の仕方は生物により異なるが、いずれもサイクリンと呼ばれるタンパク質と結合することや、それ自身がリン酸化されることによって活性を持ち、 特定の気質をリン酸化することで分裂器の特徴的な現象を制御する。チロシンキナーゼはタンパク質のチロシン残器を特異的にリン酸化する酵素である。多細胞生物のみに存在し細胞の分化、増殖、接着、あるいは免疫反応などに関わるシグナル伝達に関与する。増殖因子が結合することによって活性化する需要体系と 増殖因子が結合しない非需要体系の2型に大別される。チロシンキナーゼが活性化されると、需要体自身、あるいは標的とするタンパクを特異的にリン酸化する。需要体自身の自己リン酸化により、このリン酸化部位を認識する様々なシグナル伝達因子が需要体に結合し、シグナル伝達が始まる。また、標的タンパクのリン酸化により、 細胞内の様々なタンパクが次々と活性化し、シグナル伝達が始まる。がんやアテローマ性動脈硬化症、感染などでは過剰に活性化していることがある。人のチロシンキナーゼは100種類以上あると予想されているが、その大半は機能がわかっていない。細胞膜を貫通する構造であり、細胞外に増殖因子の結合部位を持ち、 細胞質領域にチロシンキナーゼ活性部位を持つ EC2.710.1 増殖因子は、哺乳動物では50種類以上が知られ、受容体系チロシンキナーゼは、この増殖因子の刺激を細胞内へのシグナルに変換し、細胞の分裂、分化、形態形成で重要な役割を演ずる、代表的なものを以下に挙げる。 構造需要体系チロシンキナーゼは3つの領域からなる。増殖因子が結合する細胞外領域、細胞膜を貫通する疎水性膜眼領域、チロシンキナーゼ活性を持つ細胞内領域である。さらに細胞内領域は膜筋膜領域、キナーゼ活性領域、シーマッタン領域の3つに分けられる。インスリン需要体やインスリン様増殖因子のように 細胞外領域が分離独立し、ジスルフィド結合で、受容体本体に結合する構造をとるものもある。膜外領域は単一のアルファヘリックスからなる。増殖因子が細胞外領域にある受容体に結合すると、受容体は活性化して、細胞膜上を移動し、他の受容体に結合して二両体を形成する。同じ受容体同士が結合することも、 異なる受容体同士が結合することもある。制御増殖因子の結合により二つの反応が起きる二個の受容体分子の二両体化あるいは緩い二両体の安定化チロシンキナーゼを受容体とするリガンドは多くがマルティベイラント、つまり一分子が複数の受容体分子に結合し得る。 結晶板由来増殖因子受容体など一部のチロシンキナーゼは別の類似したキナーゼとヘテロダイマーを作り細胞外シグナルに対する様々な応答を導くことができるトランスジコリン酸化不活性型ではキナーゼの2つのサブドメインが ATP が活性中心に入れないような配置をとっているジコリン酸化によってサブドメインの位置が変わり ATP が入って反応できるようになる。リン酸化を受けるアミノ酸がキナーゼドメインにいくつかある場合、リン酸化されたアミノ酸が多いほどキナーゼ活性は上昇する。この場合、最初のリン酸化はシスジコン酸化といい、これでキナーゼはオフからスタンバイ状態に切り替わる。代表的な構造は細胞外領域を持たず、細胞内で細胞膜に結合し、 細胞内の末端側にチロシンキナーゼ部位を持つ構造である。免疫グロブリンやサイトカイン等の結合部位を持ち、これらの刺激により活性化する。ヒスチジン特異的キナーゼは構造的に他のキナーゼと異なり GHKL 型、キナセ、アッテペイススーパーファミリーに分類される。ヒスチジンキナーゼは幻覚生物の他菌類と植物に見られ、 に成分系シグナル伝達で機能する ATP のリン酸元はまずキナーゼ分子のヒスチジン残器に移され、その後他のタンパク質のレシーバードメインにあるアスパラギン酸残器に移される。このようなリン酸の受け渡しがさらに繰り返される場合もある。その結果として転写制御などが行われる。リン酸かアスパラギン酸が活性型としてシグナルを伝達する。 微生物では、細胞外の状態を感知する、いろいろな受容体。植物では、植物ホルモン受容体や光受容体などが知られる。動物にあるピルビン酸脱水素酵素キナーゼは、構造的に、ヒスチジンキナーゼに類似している、GHKL 型キナセであるが、ヒスチジンを介した二成分系シグナル伝達は、行わず、ピルビン酸脱水素酵素のセリン残基を直接、リン酸化する。 EC2.712X ありがとうございます。